住友商事は2019年に創立100周年を迎える会社です。目指すべき企業像として常に変化を先取りし、新たな価値創造をし、広く社会に貢献するグローバル企業を目指しております。当社は総従業員7万人強、国内に22店舗、海外に107店舗、ワールドワイドで65カ国に展開しております。私どもの業界は総合商社になります。総合商社というのは、全世界に展開するグローバルネットワークを駆使し、さまざまな商品サービスの提供に加え、国内外における事業投資等を行い、総合力を生かした多角的な事業グループとなっております。弊社の IT 企画推進部は、通常のコーポレート IT として社内の IT に関するすべてのことを管轄するだけでなく、グループ会社の IT のレベルをある程度まで上げるというところに関しても支援しております。また IT をビジネスにしている営業部隊とともに、 IT によるビジネス化、効率化、こういったところもサポートしております。住友商事の、役職員は、パソコンを持ち歩いています。でパソコンには当然会社の重要な情報等入っておりますので、その重要な情報が情報漏洩しないことが重要となります。そのためにはパルスセキュア様の製品を用いて、暗号化ですとか盗聴されないようにしない仕組みとか重要になっております。日本政府の重点施策の一つとしても働き方改革を主導されておられますし、当社としましてもですね、 ICT 機器を利用することによって時間や場所にとらわれることなく、多様な生活スタイルに応じた働き方改革を目指しております。住友商事および住友商事グループメンバーたちがグループでコラボレーションできるような IT を求められております。本社移転チームに関しましては、来年予定しております本社移転、これがまず第一にあります。でその本社移転を無事に完遂するだけでなく、その時に最新の技術を取り入れて弊社内のコミュニケーション、コラボレーション、これを促進していくことを期待しております。住友商事ではパルスセキュア様のシステムをグローバルに展開しております。パルスセキュア様のツールを使うことによって、当社社員がいつでもどこでも誰でも誰とでも使うことができる ICT 環境の整備を進めることで、当社社員の生産性向上を図るのを目指しております。現在住友商事では PSA というアプライアンス製品を導入しており、パルスコネクトセキュアという OS を入れております。それに付随してクライアントソフトを各従業員の PC に配っております。弊社グループの総合力を発揮するためのインフラとして、コミュニケーション、コラボレーションをの推進を図るためのインフラを提供していくこと、それをもとに稼ぐ力、これに貢献することを期待しています。さらに AI や IoT といった最新技術を取り入れ、さらなる新しいビジネスの創出、こういったことにも貢献していくことを期待しております。パルスセキュア様の商品は接続しやすく使いやすいため、リモートアクセスの手段として大変満足しております。